こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日は10月の15日でございます。まあコロナもね、なんか少しずつ落ち着いてきておるようでございますが、まあこの我々がやってる音楽業界もですね、まあだんだん活気づいてくればいいなっていう感じですね。やっぱりイベントができればね、活気づいてくるわけですけれども、まあでもイベントもまあ以前から比べるとね、ぼちぼちなんか声がかかるようになってきましたね。ねこのままなんかまた感染者が途中から増えるとか、そういうことにならなければいいなと思いますよね。まあこのコロナでね、だいぶダメージを、まあ、受けてきたわけですけれども、ただやっぱりこの、まあ、音楽業界はね、まあ、基本的にその CD がその売れなくなっちゃったよね。これはなかなかね難しい問題だよね。だからよくねその歌手の方はね、もう新曲を作ってで CD にはしないでね、まあ配信だけするみたいなね、まあねいわゆるねお金もそんなにかかんないし、 CD にしなければですね、だからそういう方が結構増えてきたりしてるけども、やっぱりそれはそれでね、まあいいんだろうけど、やっぱりあれだよね、こう手に取ってね、ああそっか、ジャケットはこんな具合か、歌詞はどうなんだっていうね、そういうことをねこう実感しながらやっぱり音楽を聴くっていうことはやっぱり、まあなくなるはしないだろうけど、もっとねやっぱり活性化してほしいね。まあそうしないとね、結局そのこれね何にもない時から作るわけだから、そこにはもう著作権っていうのが発生するわけですよね。ですからね、結構ねこうネットとかでね、月何百円払えば音楽聴き放題とかっていうのはね、まあねありますけれども、ありますって、今頃そういうのがもうあれですかね、当たり前なんですかね。でもやっぱりね、私なんかひたすらこうね音楽を作ってきてるから、まあやっぱりこう何にもないとこからね、音楽やっぱりみんなが好きな音楽っていうのは簡単にできるわけじゃないからね。これ本当にね、野球選手がねホームラン打つみたいなもんだからね。だからなかなかね、歌作ったところで売れないしね。これでせっかく売れてもね、今度みんなねそのまあ CD とか買わないでね、まあ月いくら払って音楽聴き放題っていうね。これはこれでね、まあとにかくね、この聴く側からするとね、安い、料金でね音楽たくさんこう何でも聴けるわけだけど、でもやっぱりね、やっぱりこうね見えないからね音楽は。だからこの感覚的な価値観じゃないですか。だからやっぱり感覚的な価値観はね、やっぱりある意味でね、まあ独特、それから貴重だっていうね、そういうなんか感覚がないとね、感動ってないよね。ただみんな聞いてるから聞くだけじゃさ、それじゃあねなんか仲間外れにはなんないけどね、一番大事なことは自分が感動するかどうかだからね。だからやっぱりこうね、簡単に聴けるってことはね、その著作物がねこうなんていうの、安っぽく思われるよね。本当にね、でも簡単にできるんであればね、それはもう安っぽく思われても何でもいいんだけど、これやっぱりみんな好きな歌ができるっていうのは、作るっていうのはね、半端なことじゃないからね。それはね、いやね、俺はあんな音楽だったら売れると思うとかね、こういう音楽だったらこれ良くないとかね、その判断はそれでね、ある程度形が出たやつを、できたやつをね、いいとか悪いとかいうのは
まあ比較的ね、分かりやすいけど、何にもないとこから作るんだからね。ね、テーマはどうしたらいいか、詞はどうしたらいいか、曲はどうしたらいいかね、アレンジはどうしたらいいか。でね、歌手の方はさ、ね、録音する時にさ、なかなかその時のコンディションがあったりね、いろんなやっぱりこう精神的なプレッシャーがあったりするから、ね、簡単に言うたってのもそう取れないしね。それからやっぱり仕上げることは仕上げるのが大変だしね。だからもろもろね、そういういろんな人のね、試行錯誤の中でね、音楽っていうのは生まれるわけだから、やっぱり私はね、音楽はね、貴重品でやってほしいな。貴重品ってことはそのね、一般の人が聴けないっていうことじゃなくて、大衆音楽ではあるんだけれども、その感覚としてね、まあ、なんていうのかな、この、まあ、感覚だね。やっぱり安っぽいっていうふうに思われちゃうとね、やっぱり感動がないじゃないですか。だから大衆音楽であるだけに、やっぱり独特であってほしいなというね、クリエイティブなこうね、やっぱり独特の、一つの著作物であってほしいなと思いますよね。まあとにかく、できるだけね、音楽業界も、少しずつなんか活性化してきてるようでございますけれども、やっぱりまだまだでございます。まあこれからもね、試行錯誤しながら頑張ってまいりますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。